はい、どうもこんにちは、名人です。まあ、今回は妖怪ウォッチなんですけど、プレイはしません。なぬやな、めっちゃなぬやろ。プレイはもう一切しませんので。そやな。まあこれ見てもらったら分かる通り、まあ、僕の妖怪じゃあバスターズランクが84なんですけど、ここ行くまでにね、何をしたかみたいなね。はい、まあプロフィール見たらばあ一発分かるんですけど、まあこれ住所、住所北米、北米、はい、職業英語、英国紳士、新パトロール、おお、将来の総選挙1位、はい、やばいやん、得意な役割秘密なの、やばいでしょ。なるほどな。まあこれ1ページ目でも大辞典とかまだまだなんですけど、うんうん、まあ、これはいずれはね 100% にしたいなと思ってるんですけど、まあ、まだまだ で妖怪ウォッチ愛740ポイントな、よう分からへんわな、高いから、まあ、僕も何をしたら上がるのか全く分からないんで。でも、まあ、こっからですね、記録めっちゃ遊んでる時間430時間で、まあミッション数は一応ね全部クリアしてるんで157マックスですね。ああ、あとまあ協力回数はもうほぼ最後の方、最後の方っていうかもう中盤ぐらいからもずっと協力できたんで、まあまあまあ多いんかなこれは、わかんないっすね、でも少ない方やと思いますけどね、うん、まあ装備とかはなんかメジャーなやつしか集めてないですね。ああ、まあまあまあ強いやつ以外いらんもんなあんまり、まあ、ですね、そのちょっと強いとかやともう必要ないんで作ってない。まあそうなってくるよね。強なってた余計にな。でも妖怪の輪も最後まで集めたいんですけど、全部解放したいんですけどね、何がやるとか全然知らないんで、うん、まだシークレットのやつもあるんだよね妖怪の輪、はいはいはい、だからもう集めれてないんですけど、400何時間やってタンクは2回しか出動してないの。そうなんですね、差が激しいよな。いや、基本なんかヒーラーでやってたんで最初の方は。ああ、でも最初この一角いるじゃないですかこいつ、あこいつだけでもアタッカー兼任みたいなとこあったんで、ああなるほどな。おお、でそのもちろんオンラインでやるときとかもこの光ゲームズでやるときとかもずっとヒーラーだったんでね。ああなるほどな。でもヒーラー飽きてちょっとアタッカーに浮気しちゃったんですけど、じゃあな、結構アタッカーグイグイ興味もないな。あんま差ないもんな、60回ぐらいですね。最初ヒーラーだいぶ多かったんですけどね。あで、まあレンジャーもまあ、あのブリーとか、うんうん、あの辺をたまに使うんでね。で、まあ、チャレンジミッションもう一応全部クリアしてるんですけど、あほんまやな、最速あやとりの1分33秒、いやこれ一人で、いや4人です。あーめっちゃ早いな1分で。でも多分もっと早い人いると思うんですけどね。へえ、まあ、日野神は時間かかりましたけどね。日野神な30分かかりますからね、めっちゃ長いやん。あ終わった、うわー終わった、ほんまやな。アゲアゲハお気に入りの妖怪、ええ感じやな。まあこのアゲアゲハ本当はキリンなんですけどね。どういうなんかバグで、うん、途中変わっちゃったんですよ妖怪が。あそうなん。ほんでなんか1位上げ上げ来てるんですけど、ずっと最初ほんま一角だったんで。ああだって一角もうランクインしてないからな。全く。そうなんですよね、1位一角のはずがまさかの、これはショックですよね。でもうーん立ち直れないぐらいの、そんなにやろ別に。そんなに今別に一角使ってないしな。えんちゃん、うん、もう今ほんまに使ってないんで、せっかくもらったんですけど、そのこれがあってからね。まあこんなもんですかね。あの84で、うんうんうん、こんなもんですね。まあ、マックス99まであるんでね。ああ。ミッションも諦めてるんですけど。なんでやねん。もうちょっとやん。最近も全然上がんないんですよね。あ、そうなん。このレベルまで来たら。はい。あれまだかな、まだかなって。さあ、もう腰下なんか出て24でずっと止まってるから。もう24で精一杯です、ね。うん。まあ、99まで行ったら、まあ、行けたらいいんですけど、まあまあまあぼちぼちやな。まあ1日1ミッションぐらいやって、まあ、1年ぐらいかけて、そやな99 1年後誰が見たやろな。
一連がちゃんと覚えてますかね。どうかな、分からへんけどな。まあ今回はなんか雑談じゃないですかね。まあそうやな、あの生き様やな。生き様の名人やな。生き様の僕やったんですけど、まあ次からちゃんとね、あのプレインみたいな感じ。はい、トレイン乗ってプレイしていこうと思うんで、4人3人2人やっていこうと思うんで、また次回からぜひ見てもらえたらと思います。というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。